皆さんこんにちは、コツバです。今回のコツバチャンネルの題名はこちら、第二の三味の血脈を終え、紫式部唯一の子供、現代に続く紫式部の血筋ということで、今回のコツバチャンネルは紫式部唯一の子供である第二の三味かっこ本名藤原の剣士の子孫たちについて紹介したいと思います。すなわち第二の三味の子孫イコール紫式部の血脈を唯一伝える流れとなりますので、紫式部の血脈はどのように後世に伝わっていったのかという意味を持つことになります。光る君への以前の放送で紫式部が解任して、放送の最後の方には第二の三味が生まれておりました。解任を夫である藤原の信孝に告げた際には、藤原の信孝は誰の子供であろうとわしらの子という発言をしておりましたが、道長の子である可能性についても含まれている展開となっていました。史実では藤原の信孝と紫式部の間に生まれた娘となっています。以前に企画した藤原の信孝の子孫たちの動画では、第二の三味以外の子供の子孫たちのその繁栄ぶりについて触れさせていただきましたが、今回の第二の三味の子孫たちもその広がりはとにかくすごいものとなっています。それでは早速、紫式部の唯一の血脈を伝える第二の三味とその子孫たちについて見ていきましょう。本日は長年第二の三味と言い慣れているということと、この平安時代には剣士という名の女性が複数いるので、剣士ではなく第二の三味で動画中は進めていきたいと思います。第二の三味が藤原の信孝と紫式部の間に誕生することになったのは999年頃と言われています。紫式部は996年に父の藤原の為時が越前守になったことに伴って越前の国に下校することになりましたが、2年余りで紫式部のみ京に戻り、藤原の信孝と婚姻することになりました。紫式部は青年は不詳となっておりますが、この998年時点では20代であることは推測できます。藤原の信孝に至っては紫式部の父為時と同世代であることを踏まえると、この時すでに40代後半から50代前後という年齢の可能性がありまして、二回りほど年が離れている婚姻ともなります。そしてこの頃の藤原の信孝は山城守に任ぜられておりまして、頭領階級の信孝と紫式部は婚姻し、その翌年に藤原の剣士後の第二の三味が誕生することになりました。そして1001年には父藤原の信孝が疫病によりこの世を去ることになります。なので第二の三味は父信孝と過ごした時間はわずかとなってしまいます。母紫式部にとっても信孝との婚姻生活はわずかな期間となってしまっておりまして、この後は紫式部は塞ぎがちになったと言われ、その生活の中で源氏物語を執筆し始めたと言われています。第二の三味の母紫式部の没年についても不詳となっておりますが、この第二の三味は母のように彰子の下で女房として仕えることになります。そしてこの第二の三味は多くの公卿たちと色恋が取り沙汰されておりますが、最初の夫はあの人物の子供となります。七日関白と言われた藤原の道兼の次男である藤原の兼高。光る君へでは紫式部の母は藤原の道兼に殺害されてしまっている設定になっておりますので、もし描かれればそれはそれでなかなかの関係となってしまいます。この藤原の兼高はまだ11歳だった時に流行した疫病で父道兼を失うことになりまして、この兼高はこの後は叔父の道長に付き従うことになります。もしかすると父道兼がまだ幼い子供たちの未来を道長に委ねていたかもしれません。実際にこの兼高は1002年には従三位右近衛中将となっておりまして、公卿にで知られていて、1008年には参議となって道長の下で早く出世を遂げています。1023年には中納言、1024年には小2位まで上っておりまして、第二の三位との婚姻の時期は不詳ですが、すでに高位に上っているかと思います。母紫式部はその父の為時が3位だった時は貧しい生活を強いられておりましたが、この第二の三味に至ってはそんな生活は送っていないことになります。何よりも相手は先の関白の息子ということにもなります。そしてこの兼高の子供たちからは諸説ありながらも宇都宮氏が輩出されることにもなりますので、この藤原の兼高はいろいろな角度から見ても重要人物ということになります。この第二の三味と藤原の兼高の間には一女授かったと言われています。なおこの一女を授かった後に理由は不明ですが、この第二の三味と藤原の兼高は別れることになります。
しかしこの一条を授かったことで、まずこの家系からも紫式部の血脈が広がっていくことになります。またこの第二の三味の最初の夫ということでは、藤原の忠信の弟で、その忠信の養子となっていた金信が夫だったという説もありまして、この第二の三味をめぐっても諸説あります。仮にどちらかであっても、その間に生まれているのは娘ということになります。またこの娘は醍醐源氏の源義宗の妻となっておりまして、その子供には源知房が誕生したと言われています。この源義宗は源利方や道長妻源明氏、高松殿の弟源常房の子供ということになりまして、これも道長紫式部の関係の延長上にある婚姻関係とも言えます。この源知房からの家系は終えておりませんが、この後も広がっていった可能性があります。そしてまた話を第二の三味まで戻しまして、第二の三味はその後も母譲りの教養の高さで女房を務めて立場を固めていきます。1025年には後須作天皇の王子として親人親王が誕生しておりますが、この親人親王は藤原道長のひ孫であって孫であり、母紫式部が女房として仕えた彰子の孫にあたる王子です。この親人親王の誕生に伴って、第二の三味はその乳母を任せられることになります。この時には藤原の道長は存命なので、道長の命があったかもしれません。ここからも宮中で立ち位置を確保していることがわかります。そして紫式部と違って多くの殿方との話が残っている第二の三味ですが、最終的には一人の男性と再婚することになりました。それは高階の成明。高階氏はすでに光る君へには登場しています。道長の兄で兼家の後を受けて権力を独占した藤原の道隆は、高階家の高階の騎士を妻に迎えておりまして、その間に生まれたのが藤原のこれ近定子、藤原の高家となります。なのでこの中野関白家は長徳の変で失脚して、このこれ近高家に近い高階氏は連座することになりますが、この系統の高階氏も同族とはなりますが連座しておりません。この第二の三味の夫となる高階の成明は、高階の成藤の子供として990年に生まれておりまして、道長の子供の頼通と同時代を生きることになります。第二の三味と婚姻するまでは、1016年には6位の蔵人に任ぜられておりまして、その後は頭領を務めることになります。1027年には東宮厚長親王の東宮の大臣に任ぜられて、この厚長親王が即位して第69代天皇後須作天皇となると、正5位の下まで上っています。また1037年には東宮親人親王の東宮の権の大臣となっています。この親人親王の乳母は第二の三味が務めておりまして、夫婦で親人親王と近い距離にあって、この親人親王が即位して御霊勢天皇となった後も出世していくことになって、正四位の下まで上ることになります。そして1054年には成明は太宰の第二に任ぜられ、1055年には従三位まで上り公卿に列せられて、今までの関係が報われることになります。これには第二の三味の存在が非常に大きく影響しています。この第二の三味の第二は高階の成明が務めた太宰の第二の第二であり、三味は彼女自身が女女医により受三味に受されていることから第二の三味となっています。この高階の成明と第二の三味の関係は非常に仲睦まじかったと言われておりまして、高階の成明が任地である太宰府に下校した際には二度九州に会いに行ったと言われておりまして、新幹線もない車もないということを考えると、なかなかの長旅を越えて会いに行ったということになります。高階の成明は最終的には正三味まで上りまして、この家を高めることに成功しています。そしてこの紫式部の血脈を後世に伝えるポイントとなるのが、高階の成明と第二の三味の間に誕生した子供ということになります。1038年には二人の間には高階の為家が誕生しています。父成明は正三味太宰の第二まで進み公卿に列せられておりますが、この為家は父には続けず、最高位は正四位の下となっています。道長の孫で頼通の子供の藤原の諸実の継子を務め、御霊勢天皇、御三条天皇、白川天皇と院政に移り変わるタイミングを生きており、一時廃流されますが頭領を務めていくことになります。そしてこの為家の息子には為明がいます。第二の三味の孫にあたり、紫式部のひ孫にあたります。この高階の為明は白川上皇の信任も厚く、そば近くで仕えることになりまして、父の為家が廃流になった際には連座を免れています。
白川上皇の院政期間には頭領を務めていくことになりまして、最終位階は小 C の下となっています。そして為明の後は妹が第五源氏源の家実の妻となっていたこともあって、家実とその為明妹の間に生まれた元明を養子にもらい、この家系は高階の元明が継ぐことになります。そしてこの高階の元明はこの家系のキーマンとなる人物です。高階の元明は1100年前後を生きることになりまして、この元明は第五源氏源の家実の子供でもあるので、紫式部の血脈は一旦第五源氏を経由し高階氏に戻ってくることになりました。この高階の元明は高位には上れませんでしたが、その娘が意外な人物の妻になって歴史上にその存在を残すことになります。それは元明の娘はあの平清盛の最初の妻となっています。ここで紫式部と平清盛という組み合わせにたどり着くことになりました。そしてこの元明娘と平清盛の間には、清盛の長男で本来この平家を継ぐはずだった平重盛、そして次男の元盛が誕生しています。紫式部の血脈は平家は平家でもそのど真ん中に飛び込んでいくことになりました。特に重盛は清盛の嫡男としてその父の器量を受け継ぐも、父よりも先立ち亡くなってしまっています。なので必然的にその重盛の子供たちである惟盛や佐盛たちも紫式部の血脈が流れる人物となります。平の惟盛といえば源氏方との戦いで敗走を重ねた人物として有名です。この重盛の子供たちや孫たちの多くは壇ノ浦の戦いの前後にその生涯を閉じておりますが、佐盛らに至っては逃げ延びたという伝承もあって、鎌倉殿の13人では身内人の平盛綱が北条義時から鶴丸から平盛綱に改名するシーンがありましたが、あの時にあやかったのはこの平佐盛が逃げ延びていたかもしれない話が元になっています。またこの平佐盛は前回紹介した藤原の行成の子孫解説の時に登場した行成子孫の建礼門院右京の大部との恋仲の話で有名な人物でもあります。もし2人の間に子供が生まれていたら、藤原の行成子孫と紫式部の子孫が誕生していたことにもなります。また平清盛と元明娘との間に生まれた次男の元盛の子供には平行盛がいます。その行盛の子供には信元がおりまして、種子島に渡って種子島氏の初代となった伝説も残っておりまして、実際に種子島氏は肥後氏の流れを組むと言われています。しかしその肥後氏も藤原北家加重流を称しておりますので、一番興味深いのは諸説あるうちのどちらの先祖をたどっても藤原の信孝にたどり着くという点です。家系図をつなげることはよくありますが、とにかく藤原の信孝が登場する回数が多いので、紫式部の夫信孝の後世においての存在感はとてつもないものがあります。そして話をまた高階の斉昭と第二の三味の子供である高階の為家に戻したいと思います。この為家の娘には宇田源氏で光る君絵にも登場した源政信の子孫にあたる十三味源の有方の妻になっている娘がいます。この源の在り方は1100年前後生きておりまして、子供には源の助方が誕生しています。この助方が生きた時代はまさに平清盛と同じタイミングとなりまして、後白河天皇の下で出世を遂げていき、小二権の大納言まで上っています。この家系も多くの子供たちがおりまして、紫式部の血脈は宇田源氏を通しても広がっている可能性が大いにあるかと思います。また同じく為家の娘には村上源氏源政利の妻になっている娘がいます。この源政利には高貴な血脈が流れています。政利の父は源昭房、そしてこの昭房の父は村上源氏中野院流の祖源諸房、母は藤原の道長と源の名士高松殿の間に生まれた娘孫氏となります。源の諸房自体も頼通の有志となって11位右大臣まで上る実力者です。そんな村上源氏中野院流と道長の血脈が流れる政利に、紫式部の血脈が流れる高階の為家の娘が嫁ぐことになりました。この政利も小二権の大納言まで上ることになります。やはりこの時期はこの政利の姉の剣氏が白川天皇の中宮として相当な寵愛を受けておりまして、堀川天皇を産んでいますので国母ともなっています。源の政利高階の為家の娘の間には秋重秋親が誕生しています。高階家を通して紫式部第二の三味の血脈は他方に広がっていることがここからもわかります。
そして本日最後はこの広がりが現代皇室まで続いている流れを紹介したいと思います。先ほど登場した高階の斉昭第二の三味の子供の為家の息子には高階の為方がいます。その為方の娘は藤原南家の藤原義兼の妻となっています。この藤原義兼と高階の為方の娘の間には藤原の藩士賢士が生まれています。まずこの藩士は農園の妻となって源の在子を産むことになりました。またこの藩士は後鳥羽天皇が誕生した際に妹の賢士と共に乳母となっています。ちなみにこの賢士は鎌倉殿の13人でも登場しておりまして、北条政子が上洛した際には対面しており、そのやり取りのシーンがありました。まさかこの賢士も紫式部の流れを組む女性となっています。藩士に話は戻り、藩士は農園が平家と共に西国へ落ちていった後に1185年に村上源氏源の道親の妻となっています。そして2人の間には道輝、貞道、道方が誕生しています。なのでこの道輝の村上源氏の流れは今年に放送された大奥にも登場した嫡流の古賀家や、そこから千草忠明の千草家、岩倉智美の岩倉家として分かれていきまして、道方からも中野院家や北畠親房、秋家親子の北畠家として広がっていき、ここにも女系を通してですが紫式部第二の三味の血脈は伝わっていくことになります。この村上源氏はとにかく大きな一族となりますので、ここに流れたことはある意味奇跡とも言えます。また先ほどの藤原の藩士と農園の間に生まれた在子は母の再婚により源の道親の養女となっています。この源の在子はあの後鳥羽天皇の寵愛を受けることになりまして、第83代天皇の土御門天皇を産むことになります。とうとう紫式部の流れを組む姫が皇族を産むことになったわけです。土御門天皇の御代はまさに鎌倉幕府の創世期というタイミングとなります。そして1221年には承久の乱が勃発しています。これには土御門上皇は関与しておらず入るとはならないはずでしたが、父後鳥羽上皇は隠岐の国に入るとなっておりまして、そのことを気にして自ら申し出て土佐に入るされたという人格を見せています。そして後に王子である後嵯峨天皇が即位することになりまして、紫式部の血脈は天皇家に流れていくことになりました。この後嵯峨天皇の王子たちからは持明院統と大覚寺統に分かれ、国家大乱の元となっていきます。しかしながらこの天皇家を通して現代皇室まで紫式部の血脈は伝わっていくことになったわけです。そして天皇家に伝わっているということは、天皇のみならず多くの皇女や王女、宮家なども創設されておりますので、江戸時代には徳川家に正室に入ったりと、その広がりは相当な大きさを誇りますので、紫式部も子孫にどんな願いを託したのかは分かりませんが、現代にその血筋を広く残すことにつながっていきます。ということで今回の骨場チャンネルは、紫式部藤原の信孝の間に生まれた第二の三味から広がった子孫たちについて紹介させていただきました。紫式部の産んだ一人の娘から血脈は絶えずこの広がりを見せているのは、改めて本当にすごいことだと思いました。約1000年前の平安時代に織りなした物語はこのように時を超えていき、その時々に活躍した多くの人物を輩出することになります。やはり血脈を追うのは本当に面白いですし、特に平安時代の貴族の子孫たちは大きく広がっておりますので、これからもできるだけ多くの一族を紹介していきたいと思います。本日は骨場チャンネル最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。